皆さんこんにちは、あきえちゃんのチョベリグ発信地からチョベリグトークのお時間です。イエイ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 。なんか違うの？いや、まあそれ完成はよくわかんない。逆にそっか、はい、今日もお相手を務めてくださるのはタクピー編集長、私の相方でございます。お願いします。よろしくお願いします。タクピーなんかあの男前になったなってみどり姉さんとかに言われてたね。あ、なんか昨日安江さんとね、みどりさんね、はい、安江からもね、はい、なんか散髪したんやって、私は変な言い訳したけど。言い訳って別に何でしょうね。でも顔が全体的に出るようになって、はい、イケメンに見えるのかな。全体的に出るなんてずっとマスクしてましたけど、ね、ちょっとこうほらこう前髪とか垂らし気味やったのかな。動画でその話分かんないですよ。まあ、今日はね、はい、若手の坂田響ちゃんから質問を預かっておりまして、はい、あ、またあれ行きますか、はいはい、じゃあちょっと LINE に送りました、はいはい、ちょっと見ていただきます、はい、吉本新喜劇の坂田響です。あきえ姉さんにいくつか質問があるんですけれども、ゲームの世界みたいに職業が自由に変えられるよってなった時に、あきえ姉さんはどんなお仕事がしたいですか。あともう一個が、若手男性座員と3日間だけ入れ替われるんやったらどなたと入れ替わりたいですか。お願いします。はい、なるほどね。ということで、まあ、じゃあ、まあ、仕事の方ね。仕事ね、はいはい、仕事ね、ちっちゃい時はね、髪の毛とかすっごい触るの好きやったから、美容師さんっていうか、そういう昼とかじゃないんですよ。髪型を作ってあげるっていう、なんかヘア、アレンジとかデザイナーとかなのか何なのか分からへんけど、そういう普通に散髪屋さんになりたいってその当時は言ってたけど、私も散髪やったから、やけど、それはなんかシャンプーするとかそんなのが嫌やって途中で思ったのかな。だから人のシャンプーなんかしてられへん、ね、デザイナーになりたいもあったでしょ、はい、で、漫画家になりたいっていうのもありましたね。でもこの間あのメイクの時に絵心ないって言ってたじゃないですか。絵心ないけど漫画家になりたかったの。そんなこと描くのは好きだったんです。あ、なんだかんだと端っこにいろいろと描くのも好きで、色塗るとダメなのよ。下手の横好きってやつですか。いや、そんなことない。下手じゃない。 色塗らなかったらそれなりにちゃんと描けるんです、はい、色がダメなんです。でも漫画なんか白黒じゃないですか。まあそうやね。何やそれ。とりあえず世の中にはこんだけ上手な人がいっぱいいてるんやって分かった途端にこの夢も消えたというか、まあ消えたのは多分私がこの演劇っていうものに巡り合ってから全てが消えたんだと思うんやけれども、やっぱり、今なんか特にどんどん年を重ねれば重ねるほどそのお芝居の面白さだとか、そういう幅とかもすごい広がってきたから、その若い役も無理してでも若い役をすることになったし、年寄りの役やったら年寄りの役でほんまに普通にやれるようになったから、ますますいろんな役にさせてもらってて、なんかますます好きになったというか。あ、そうですか。やっぱり、役者でやりたいなとは思います。あ、でも今現在じゃあ何か他にやりたい仕事っていうのも一切ないってことですか。そんな一切ないとか、もうそんな強烈に言われたらなんかもう私がもう役者とまっしぐらみたいになっちゃうじゃない。でも多分軽く考えても何しても思い当たるのがそれしかないんじゃないかなっていう感じ。あ、そうですか。かな、やっぱり好きなのよねこの仕事が。で、ほんま最近特に、あ、やっぱりお芝居って深いよなとか、いろいろほんまこの間舞ちゃんとやったやつで、あのきついおかみさん、あのだちょっとお菓子和菓子屋さんのおかみさんっていう役で、はい、愛ちゃんと二人でやり取りするシーンとかもあったんやけど、そこの中でそのだんだん入っていく自分にそのおかみさんが入っていくのも分かったし、それに対して愛ちゃんがその乗っかってくれて、なんかすごい自分の中ではすごい成立の仕方が、あのお芝居やってるって感じがしてきて、デフォルメではなくそのおかみさんにどんどんなっていくっていうか意識がね、そういうのはものすごくワクワクしたり、あ、楽しいなって本当に思えたから、この後そういうこと多いから、いろいろな役させてもらうやん。それこそでも、あのこの間ゲストで来てた三鳥慎太郎が言ってた、とにかく好きじゃないと残れへんっていうのに愛想するんじゃないですか。結局そうかもしれへんね。やっぱり好きなんやろね、きっとね。なんか漫才やってた時に、あの役者が演じてる漫才師って感じを自分が知ったっていう話もしたことあるでしょ、はい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 、
実際そのイメージで、ま、男女漫才ったら多分こんな感じで喋り方するんやろうなとか、結局そこは役者になっちゃってるんですよ。だからそこも全て含めて自分がいろんなことやればやるほど、あ、お芝居するっていうことの楽しさが分かってきてるから、だから今になってますますやね、やりたいのは役者かな。かっこいい、かっこいいと思います。本当、もしでもアイドルとかもそんなの好き、言ってた言ってた、アイドルになりたいのとか。さすが無理です。そうだ、奥田スターだ、スター誕生。まだ鏡がない時代のね。おい、あったよ。ありました。あったんですか。あったのに。それでも鏡って自分以外のものは映らないでしょ。はい、自分の顔だけ見てたらいいんじゃないって思うんです。はい、そういうもんなんですよ。こう角度こういろいろすると、あ、この感じいいじゃないとかみんな思ってると思いますよ。あ、そうですか。ただそこによそさんがこう現れると比べたらやっぱ綺麗なとか思うわけですよ。なんですかそれ。なんですかそれ。知らんけど。じゃあ、まあまあ、じゃあそれはもうそういうことで今も役者がいいと。はい、役者がいいですね。もう一つの質問ありました。あ、3日間、変われるなら若手男性座員。3日間3日間っていうのは絶妙なところですけどね。ね、それやったらそれは西川忠さんになりたいんじゃないですか。あ、ロイヤルファミリーでも若手じゃないですかね、忠さんはね。そっか。でもね、ああいう風にこういつもまっすぐでキラキラしてるっていう、そうやね、他に誰が豊かやったらいいな。ああ豊かはなんか、なんやろ、見ててこの子本当にこんな生き方したらいいな、いいっていうか、こんな生き方したいなって、生き方っていうか彼のような性格になりたいなって。あ、うん、全てを包み込むじゃないけれども、はいはいはい、うん、間違ったことは間違ったってもちろん言うんやけど、はい、でもあとはもう全部迎合してるでしょ、はいはい、いろんな人にそれじゃあわらーとか文句も言ったこともないし、はいはいはい、ああいう人になりたいな。だから全然それちょっと違うかな、ニュアンスが。いや、どうでしょう、まあ、ああいうどうなんでしょう、乗り換わるとかそういう形で言ったら、うん、だから彼に3日間なってみて、彼がどういう気持ちでこういう、なんていうのかな、みんなから好かれる愛される豊かになっているのか、うん、その味わってみたいですね、彼になって。でも酒飲んだらよう奥重さんと喧嘩してましたから。そこを知らないのよ。ほんまに同期同士で、ほんま。ああそう、はい、激しい喧嘩。いや、まあ、まあそこそこ。ああそう、つかみ合って喧嘩してましたよ。見たい、もう絶対見たい。じゃない、それは自分が当事者になるんですから。それは奥重さんとつかみ合いの喧嘩したんです。そっか、はい、あかし弱いから。ほんなもう乗り換わりダメです。じゃあ別の人ですね。じゃあでも3日間お酒飲めへんかったらいい。でもそうなったら豊かさんのええとこ出ないですよ。え、そうなの。俺は酒飲んでた気のええとこもあるやつ。楽しい。そうか、一回の飲んでそういう姿見せてほしいな。そうですね、うん、前もそういう話は一回しましたけど ね、また変わるかもしれへんね。そうですね。もうちょっと若手で言ったらどうですか。もうちょっと若手、豊さんは言うてももう20年選手ですよ。そうやね、若手や言う。こうめちゃめちゃイケメンの子入ってきてくれたらね、その子やって言うのにね。桜井とか野崎瑠衣君とか、ちょっと入ってきて、ね、失礼ですよ。僕は男の子思いますよ。桜井君もおしゃれって感じやし、はいはい、野崎君もほんま可愛らしい顔をしてるって思います。赤の子。モテるんでしょうね。何ですかその、取ってつけたような。いや、だからピンと来ないのよ。アキ姉さんからしたらもっと背高くてとか、うん、なんかもっとでしょう。そう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 、身長180ぐらいあって、うわって、うわ何この人、韓流スターみたいっていう人がもし新喜劇に入ってきたら、もう間違いなくその子になりたいって言うと思う。そんな人入ってこないですよね。はい、入ってきてほしいわ。ないですよ、願望や。何の願望や。それやと3日間と言わず1週間ぐらいその人になりたい。はい、そんなもんですね。というわけで、アギエちゃんのチョベリグトーク、この辺でお開きでございます。チャンネル登録、コメント、高評価、ぜひともお寄せください。ありがとうございました。じゃあね。ひびきちゃんが納得してくれるか。